はい、どうも皆さんお勤めご苦労様です。ということで、今日の出来事を見ていきたいと思います。今回はですね、自民党本部に火炎瓶を投げ込み、首相官邸に車両で突入しようとした埼玉県川口市に住む薄田厚信容疑者49歳を確保、車内には複数のポリタンクを積載ということでですね、えー、また選挙期間中にですね、テロ事件があ起こってしまいました。 はい、ええー、まあ、安倍さんのね、えー、暗殺というのが、あ、起こってですね、ええー、まあ、各選挙地では厳戒態勢で、えー、選挙活動が行われているというふうに思いますが、まあ、前回の選挙でもね、えー、岸田総理がですね、えー、魚市場で襲われるといったことがあったわけなんですが、今回の衆院選でもですね、ええー、まあ、このようなですね、この、まあ、完全にテロ事件ですね、火炎瓶を投げ込んでですね、車で突っ込んだということでですね、 はい。えーまあ、今のところですね。まあ、あその死亡者というのは報じられていないわけなんですが、まあ、不幸中の幸いというかですね。はい。 ええー、かなり物騒になってきたな、ということで、まあ、高市さんがですね、まあ、多くのですね、まあ、応援依頼を受けてですね、今全国でですね、演説すのを行ってますが、あまあ、脅迫めいたですね、ええー、のもあってですね、この SP をつけながらの限界体制で行っているということですね。まあ、こういうことが実際に起こってしまうとですね、まあ、選挙を行っている、まあ、候補者たちの安全もですね、まあ、かなり危ぶまれてくるし、まあ、何より高市さんが大丈夫かというふうにもなってきてですね、 まあ日本はね、ちょっと、比較的世界の中で安全というふうに言われてきたわけなんですけれども、まあかなりですね、物騒な事件が増えてきたなと、と、いうことです。はい、えー、自民党本部に火炎瓶が投げ込まれ、総理官邸に車で突っ込もうとして逮捕と、と、いうことでですね。えー、今朝早く東京千代田区長田町の自民党本部に男が火炎瓶のようなものを投げ込みました。 男はその後総理官邸に車で突っ込もうとしましたが、警視庁に現行犯逮捕されていますと。もうやってることがグランドセフトオートという風な感じでですね。まあもうかなりですね、無法者行為をしてます。 現場から中継ですと。ということで、東京千代田区長田町の国会記者会館の屋上にいます。私から20メートル先に、車が乗ってきたと見られる車があ、男が乗ってきたと見られる車が残っています。白いワンボックスカーに複数のポリタンクが乗せられていたと。これはもう完全に自爆覚悟のですね、もうガソリンを積んでね、えー、こうもう自分からぶつかってですね、ま、爆発してやろうと、ま、いうことなのかもしれません。現場では警視庁の捜査員が入念に車内を調べています。 えー、警視庁によりますと、男は火炎瓶のようなものを5本投げ込んだ。5本ですよ、これ。やばいですね、本当に。 はい。えー、で、えー、その直後男は近くの総理官邸前の柵に車で突っ込んだということですが、現場にいた機動隊員らに身柄を確保され、公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されたということです。えー、警視庁によりますと男は40代で、えー、白いワンボックスカーを運転していたということで、複数のポリタンクを車内に乗せていったということですね。はい。えー、で、これはですね、 実際に映像というのがあってですね。はい。まず、これがあ、自民党本部ですね。はい。まあ、行ったことあるという人、まあ、前を通りかかったこともあるという人もですね、こう、いるかもしれません。一度見たという人もいるんじゃないでしょうか。えー、ここに火炎瓶を5本投げ込んだということですね。とんでもないですね、これ。はい。そして、えー、その後ですね。 えー、それだけではなく、総理官邸前に行ってですね、はい、ここに大きい建物総理官邸ありますけれども、こう石場がね、これ、寝てたんですかね。はい、えー、ここにですね、こうなんか、かなり物騒な感じになってますが、ここに車が突っ込んだと、えー、いうことで、それが別の角度だと、こうですね。はい、えー、警察官のおじさんがですね、なんかこう様子を伺ったりしてますが、えー、白いワンボックスとかからですね、こう煙が出てるの見えますね。 はい、えー。で、これ別の角度ではこれこうですね。もう完全にですね。もう車の中から火が出てます、これ。えー、このバリケードありますね。これテロ用のですね、バリケードが効果を発揮したということでね。これまあ都内をね、 運転したことある人だったらですね、なんか所々にこういうバリケードというのがあって、警察官が立っててですね、えー、まあ、安全を守ってるというのがあります。はい、えー、まあ、ちょっとそこまでね、その、厳重にですね、まあ、やんなくてもいいんじゃないのと、まあ、いうふうに思う時もあるかもしれませんが、まあ、こういうね、えー、備えあれば憂いなしということで、こう、この万が一の時に役に立つと、えー、頭のおかしい奴がね、いつどこでですね、こう、襲いかかってくるかわかりませんからね。 まあやっぱりこういうのは必要なんだなと。これがなかったらですね、もうね、バリケードなんてなかったら、ここをもうそのままですね、入り口から突っ込んでいってですね、この首相官邸の玄関にこう突っ込んでたかもしれませんから、このまま。で、そのままポリタンクにガソリン詰めて、ここで爆発を起こしてたかもしれませんからね。はい、えー、そうなったらまあ被害者もですね、あままあ、ちょっと見えてないから、この辺ですね。はい、こっから入っていって、この車でここまでもういきなり突っ込んでいって、ここで爆発というのもあり得ますから。 はい。ええー、まあそういったなことにならずに良かったなというふうに思います。はい。で、今回のですね、この犯人というのがですね、これ、薄田厚信という49歳の男なわけなんですが、まあこいつがどういう人間なのかというのもですね、まあちょっと興味のあるところなんじゃないかというふうに思います。す、え、で、ー、にツイッター等ではですね、えー、もうネットのですね、この匿名係がね、いろいろ調べているんですが、 首相官邸テロを仕掛けた人権派技師、えー、薄田敦信革命戦士ですがあ、幸いなことに民主党政権時代に政権を批判したため、立憲は仲間認定から逃げ切りに成功しました。共産党と令和は割とピンチです。仲間だった過去しか出てきません。ということで、えー、どうもですね、この自民党本部に火炎瓶投げて、えー、首相官邸に車で突っ込んだ男、これはですね、極左の活動家だったようですね。 <laughs> えー、やはりそうかといったところで、ですね、えーまあ、かなり、えー、沖縄のですねなんかその反基地運動にも参加していたとか、ですねなんかそんな話がかなり出てきますね。反、え、核、ー、反,反戦、反差別ということで、ですね、まあ、このような、まあ、極左がやっているようなデモにですね、まあ、積極的に参加していたと、えー、他にもですね、えー、自民党本部に会員便を投げ、首相官邸に車で突撃しようとし、 公務執行妨害容疑で、えー、逮捕された男もうここまでしておいて、公務執行妨害っていうのもですね、罪状が軽いような気がしますが。まあ、ここからね、えー、いろんな重罪になってくるんじゃないかと。まあ、こういう危険物資はですね、もう二度とシャバに出しちゃいけないんじゃないかと思いますが、バリバリの反原発の活動家ということで、もうこの例の下馬文字をの垂れ幕を持ってですね、えー、なんかぶっ通しでも50日とかですね、無駄なことをやってるようです。はい。 ない生活をしてるやつがね、えー、あれという話なんですが、えー、他にもですね、えー、埼玉県川口市に住む臼田厚信臼田検索すると出るは出るは半角反差別半吉川口市とまあ、川口市が聞くとねまあ、最近ではまあ別の話でですねかなりきな臭いところもあるわけなんですが、えー、そして使った凶器が会員便と来たらあっ冊子ということでねまあもう左の数え役マンという感じでですね <laughs> はい、ええー、まあ、この選挙の期間中にまたですね、頭のおかしい奴がテロ事件というのを犯してしまいました。はい、えー、そしてもっと具体的な話もあってですね、これ、令和新選組、長谷川うい子さんと官邸テロ容疑者の薄田厚臣に繋がりがあったということで、これ、長谷川うい子というのはネットでちょっと話題になりました。まあ、令和がですね、なんか今回わけのわかんないですね。 えー、偽名とかそういうの満載の候補者というのをですね、こう、かなりこう出してるわけなんですが、その中でこの長谷川うい子という人がですね、えー、まあ本名がパクうい子じゃないかということでですね、ゲネットの方でですね、えー、なぜそれを隠すんだとか、そんなような話題がありました。で、まあそれは別の話でいいんですが、あこれですね、その長谷川うい子という令和のですね、この候補者ですね、これと、 えー、薄田厚信につながりがあったと、いうことで、まあ、令和といえばもう皆さんご存知、極左集団ですから、えー、極左すぎてね、えー、お前らは左が足りないと言って、えー、立憲や共産党に文句を言ってる始末という感じ、共産党の対立候補を立てようとか、そんなですね、極左が極まるとそこまで行くんだなという感じするんですが、はい、えー、そういうのでお馴染みです。 え、ご本人は否定されるでしょうけど、こういうとこに名前が並んで出てくるというのが、もういかにもって感じよね、と。この手の活動家は自分の意見が通らないとなるとテロを起こすってことがはっきりしましたね、ということで、これがですね、えー、原発の記事、これ2012年ですから、だいぶね、えー、古い、もう12年前の話になりますが、まあその頃から活動家を行っていたと。まあいうことでね、こういうのに生半可に参加するとね、もう10年以上経ってもこうやってですね、こうネットに名前が残りますからね。はい、えー、しかもこの発 長谷川ういことがずこの頃からこう名前があったということでですね <laughs> えー、どんだけ年季の入った活動家なんだよという感じなんですがえー、まあこれとこの初川ういこと宇須田敦信があ過去にですね同じえー、まあその極左の集会に参加していたと、まあ、いうことのようですはいえー、そしてですね長谷川うい子だけでなく山本太郎まで関係あるというふうに言ってる人がいてですね えー、結局、官邸テロの容疑者とお仲間だったんですかね。これは令和新選組選挙に大きに響きそうですね。私も大きなショックを受けてますと。まあ、この人ね、えー、なんか令和を心配する不死して、普段令和の批判ばっかりしてる人なんて、令和のアンチなんですけども。はい。えー、まあこの人がですね、こう、はい。 えー、この、ウスボットって言うんですかね。これがウスだのですね、ツイッターアカウントのようなんですが、これをですね、えー、山本太郎がフォローしていたと、これはもう完全にお仲間じゃないですか。はい。えー、まあ、かなり霊馬に近しい人物、えー、だったんじゃないかなというところですね。 はい、ええー、まあ、そういうわけなんですが、あまあ、かなりですね、その、令和や極左活動に勤しんでいたということがはっきりしてですね、はい、まあ、そういう輩らがですね、今回、えー、テロ事件を起こしたということでね、まあ、頭の悪い奴はもう茂かすことが予想できんなという感じなんですが、警察の人もですね、えー、お疲れ様でしたというところなんですが、薄田厚信さん、関係先よりと、なんか他のですね、なんかエピソードもあります。えー、薄田厚信がどういう人間性なのかというのをですね、こう、端的に示せ エピソードのようなんですが、少し遠いところへみんなで活動しに行って日が暮れたので薄田さんが呼んだタクシーに乗ってみんなで帰ろうとしたら俺が呼んだタクシーだからと一人で乗って行った後、えー、タクシー代が高かったと他活動家に移動費を無心したという畜生エピソードを配置しました何でしょうかこれは <laughs>、えー、薄田がですねなんかこう活動家仲間とですね一通り活動を終えて えー、そしてそろそろ帰ろう。日が暮れたから帰ろうとしてタクシー呼んで、まあみんなが乗ればですね、ええー、まあみんな乗りますよね、普通はね。ええー、みんなこう足がないわけですから。で、たくさんで乗ればそれだけ割り勘になるんで安く済むわけなんですけども、俺が呼んだタクシーだからと一人乗って行った意味がわかりません。ちょっとやばいこと言ってます。しかもその後タクシー代一人で乗ったんでね、タクシー代が高かったと言って金をくれという意味ですね、同乗するなら金をくれと言ったかどうかわかりませんが、金を無心したと。 何を言ってるんでしょうかこれはもう畜生エピソードというか、まあ正直ですね。<laughs> えー、知的な何かにね、えー、問題があるんじゃないかというふうに思います。まあそういった人物であったということでですね。えー、周りからやばいって思われて信用されなくなって、 どんどん人が離れていった人ということでね。まあ、世の中にはそういう人がね、まあやっぱり、ええー、まあ何割かいるという感じでそういうのがこじれていくとですね、まあ、極左になったり右になったりね、えー、もうその人様に迷惑というかもう暴力行為を行ってですね、死人が出てもおかしくないようなことをしでかしてしまうということで、まあこの件についてはね、まあ令和の方からもですね、えー、一体どういう関係があるのかというところをね、まあしっかり説明が求められるんじゃないかという いうふうに思いますから。はい。えー、まあ、これはそうですね。自民党とか、そういう、まあ、右派政党には、 結構追い風になるんですかねええー、まあ、局をのさばらせておくとですね、こういう事件をしでかすということでですね、まあ、立憲とかね、えー、共産党に、えー、まあ、権力を渡してはいけないというような、まあ、気づきがね、有権者の方に行き渡るかもしれませんから、まあ、わざわざ展示でをとなすというふうにね、まあ、起こってしまったことはなってもらいたいというふうに思いますけども。はい、ええー、まあ、選挙でなったらもうこういうね、えー、過激な事件が起こるというのがですね、もうこれで、えー、2年ぐらいですかね、日本で 続いているということでですね、ちょっと、かなりおかしくなってしまったな日本人のモラルもかなりおかしくなってきた。まあ日本人かどうかこの嘘だとかいうのはわかんないんですが、はい、えー、まあね、えー、皆さんも気をつけた方がいいと思います。というわけで本日の動画は以上になります。皆さんお疲れ様でした。チャンネル登録よろしくお願いいたします。